ホーム2連勝とはなりませんでしたが、最後の最後に勝ち点1奪い取りました。まずは90分の戦いを振り返ってください。あの前半いい形で、まあ、先制できて、まあ、いい入りできたかなっていうふうに思いましたけども、まあ、点を取った後に少しね、まあ、かなりですかね、押し込まれる時間帯が長くて、できるだけ自分たちのボールにしたかったんですけども、なかなかそこはやらせてもらえなかったなと。で後半入ってね、同点に追いつかれて、で、まあ、逆転されて、まあ、選手、まあ、本当に勝ち点取りに行くぞっていうところは最後の最後までね出し尽くしてくれた結果がね、まあ、ああいうゴールにつながったと思ってますので、まあ、この勝ち点1を、まあ、何が何でも次のねゲームにつなげていきたいなと思ってます。試合直後からかなり長い時間ミーティング選手と話をされていたそうですが、話せる範囲で具体的にはどんなことを話されていたんですか？いつですか終わった後です。終わった後、そんな長い日話はしてないですけど、まあ、個人的に、選手と話して、ました、はい。次節アウェーで再び順位の近い湘南が相手ですが、どんな意識を持って戦いますか？いやもう本当に目の前の相手にしっかりね、戦う、でその準備をするっていうことしかないかなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。